STV。 皆さん、レースでトゥゲザーです。この番組はさあ、今週も始まったレース TV、 これから始まる興奮、さあ登録しましょう。イエーイ、ミーのレース TV で思いっきりグルービーしてください。おとなしいドライブはノーサンキュー。たくさん暴れてテレビをウォッチしている人たちを楽しませてください。それが一番大事ね。You に期待してます。 Let's get together this。 鉄の獣たちが方向を上げる。この運命の一戦、王者の名乗りを上げるのは一体誰なのか。1秒たりとも目が離せない。トップを行きます。安定した走りを見せてくれます。さあ、トンネルを抜け荒野にランディング、左折しましょう。ここでは様々な名勝負が行われてきましたね。今回非常に展開が楽しみです。おっと、遠くから獅子息が聞こえる。何が待ち構えているのでしょうか。どっちかとコーナーをスムーズに曲がることができた。これはいい展開になっていますね。ジェイク、ゴールチャンスね。現在カバのコンセプトが一歩リード。トップ集団が熱いバトル。ブーストを使って一歩抜け出したいところ。おっと、バックストレートに巨大トレーラー軍団が出現。照りつける日差しの中、灼熱の荒野よりも熱いバトルが繰り広げられています。レースの中盤、全体的にハイペースでレースが進行しております。都会を思わせるエリアを抜け、ボールパークへと向かっております。2周目最後のストレートに突入。このまま独走をキープできるのでしょうか。現在カバのコンセプトが一歩リード。大混戦のままファイナルラップ。誰が勝利するでしょうね。ジェイク、お待たせしました。ブーストボーナスが始まります。ブーストボーナス、連打は勝利への近道。ベストラップを更新する勢い。最終コーナーに向かって突き進んでいきます。ハンマーを持った勝利の女神は誰に微笑むのか。さあ、ゴールはもうすぐそこ。ゴール、難なく基準をクリア。次のステージに進出です。ジャック、
鉄の獣たちが方向を上げる。この運命の一戦、王者の名乗りを上げるのは一体誰なのか。1秒たりとも目が離せない。天守の荒野からチャンピオンシップは舞台をここスリップサーキットに移しております。レッツゴー。加速パネル地帯です。どれだけスピードを伸ばせるかが勝負の決め手です。とてもいい状態でレースに臨めているようです。ここまでは順調な滑り出し、今後の展開に期待したい。さあここからどう攻める。1周目が今終わろうとしています。クラッシュ、もっとクラッシュ。現在 RKS ファイターが一歩リード。このコース最大の関門、氷の路面を無事通過できるのか。スリップゾーン突入。滑る滑る滑る。コースはトリッキー、路面はスリッピー。各選手腕の見せ所です。さあレースの終盤、決着の時が迫る。素晴らしい。このラップはエクリプススパイダーが制しました。大混戦のファイナルラップ、誰が勝利するか見ていく。ここでブーストボーナスです。ガンガン飛ばしてください。ブーストボーナス、気を抜かずボタン連打。獣たちが方向を上げる。この運命の一戦、王者の名乗りを上げるのは一体誰なのか。1秒たりとも目が離せない。天守の荒野からチャンピオンシップは舞台をここフリップサーキットに移しております。 Are you ready? ここから加速パネル地帯です。スピード高騰テクニック、加速パネル連続踏みが出るか。パネルをうまく利用しています。ここまでは順調な滑り出し、今後の展開に期待したい。さあここはどう来る。1周目が今終わろうとしています。クラッシュ、もっとクラッシュ。オープニングラップはエクリプススパイダーが制しました。トップ集団の熱いバトル、ブーストを使って一歩抜け出したいところ。さあこのコースの上昇を追いかけないとな。スリップゾーンの上昇に一歩に回されました。ここからスリップゾーン。スリップゾーンでは慎重なコントロールが必要です。ここはトリッキー、路面はスリッピー。各選手腕の見せ所です。さあレースの終盤、決着の時が迫る。ドラマチック。なんとこのラップもエクリプススパイダーが制しました。大混戦のままファイナルラップ、誰が勝利するでしょうね。ジェイク決しました。ブーストボーナスが始まります。ブーストボーナス、気を抜かずボタン連打。おっと、これは目の覚めるような走り。再びスリップゾーンに差し掛かりました。まるでフィギュアスケートのような美しい走り。さあ勝利は目前だ。前に進め、ラストスパート。
難なく低順位をクリア、次のステージに進出です。 You are 最高。さあ最終ステージ、ドライバーたちを待ち受けるはジェイク・パターソン。2、1、ゴー。いよいよ最終戦です。最後を飾るのはサンシャインコースト。ファイナルの緊張感を吹き飛ばすような晴天が広がっています。エキサイティングナウ。いやー、天候に恵まれましたね、ジェイク。Yes, keep going! 穏やかな潮風を切り裂いて、一気に下り坂を通過します。カモメが飛んでますよ、ジェイク。砂浜にジャンプ。ここでうまくブーストを使うと大幅ショートカットも可能です。ここまでは順調な滑り出し、今後の展開に期待したい。このためにいや、今終わろうとしています。クラッシュ、もっとクラッシュ。現在1949式マーキュリーが一歩リード。さあ、このラップではどのルートをチョイスするのでしょうか。エンジニュース、なんと鉄橋が作動しました。ゴール手前の大ジャンプ、覚悟してください。レースの中盤、全体的にハイペースでレースが進行しております。砂浜に埋められた木材の上を選手たちが走り抜けていきます。さあ、可動式の鉄橋が巨大なジャンプ台となって目の前に出現。覚悟を決めて、あって踏み込むか感じはあります。2周目最後のストレートに突入。このまま独走をキープできるのでしょうか。ではミラクルレイン。現在1949年式マーキュリーが一歩リード。ここでファイナルラップ、早くトップに追いつきたいところ。お待たせしました、ブーストボーナスが始まります。緩やかな坂を上がって、ドライバーたちはどのルートを選ぶのでありましょうか。ストップボーナス、ボタンを連打しましょう。バッドコントロール。テレビの前のレース TV ファンも大喜びです。熱いバトル、ブーストを使って一歩抜け出したいところ。ファイナルラップ、鉄橋の大ジャンプが待ち構える。そのまま直進、ヨーソロー。美しい。良い子のみんなは真似しちゃダメですよ。おっと、これは大変なことになった。さ、ようやくゴールイン。観客の熱気に飲まれてしまったのか、その実力を発揮することができなかった。おっと、このまま終わってしまうのか。エンター